新しいニベアのボディウォッシュは化粧水感覚、洗うだけで肌にうるおいを捕まえて逃がさない逃がさない。ヒアルロン酸コラーゲン配合ニベア化粧水感覚ボディウォッシュ誕生。みずみずしくなろう。濃厚保湿タイプも。吉岡里帆さん入られます。よろしくお願いします。どうや、かわいい、かわいい。この顎つい、ね、ナイス、ビューティフォー。4、3、はい、ありがとう。ブラボーです。新しいニベアのボディウォッシュは OK! お疲れ様でした。はい、今回新商品ということもあり、スタッフさんと話し合いの時間というのをすごく大切に、していたんですけども、撮影の中で一番大事にしていたのがやっぱり肌がこう内側からみずみずしくなっていくっていうところだったので、まあ内側からエネルギーが湧いてきて、でこう肌のみずみずしさに自分がこうどんどんプラス思考になっていくような、なんかそういうポジティブな表現っていうのを気をつけながら撮影しています。本当にこう洗い上がり自体がさっぱりしてるというか、ちゃんと保湿もされてるんですけど、さらっとしたさっぱり感があるので、それがまず気持ちがいいなっていうところと、あとは、香りがいい。なのでこう自分から香るような、優しい句なんですけど、香りもいいなというふうに思いました。そうですね、やっぱり仕事が忙しくなってきたりすると、疲れがその日のうちに取れなかったりっていうのがよくあるので、やっぱできるだけ湯船に浸かってゆっくりお風呂の時間をとって、まあ、疲れを洗い流すっていうのが、まあ、一番生活で意識してること、まあ、毎日できることかなと思うのでやってます。あとストレスをやっぱりためすぎないように、もうその日の疲れとか悩みとかはその日のうちに解決するっていうのを気をつけてます。そうですね、割と何でもストレス解消になるんですけど、美味しいもの食べるとか、お風呂ゆっくり使ってとか、あと好きな映画見てとか、なんか何でもないことなんですけど、それをこう日々の生活に取り入れるっていうのは大事にしてます。まあ、オンオフをちゃんとしっかり作るっていう、はい。なんで仕事はもう仕事の時間にガッと頑張って、帰ったらオフみたいなメリハリをつけてます。よくぬるめのお湯の方が体にいいっていうのを聞くんですけど、私は熱いお湯が好きで、なかなか温度を下げれなくて、もう今日は疲れたっていう時は熱いお湯に肩まで浸かるっていうのを、ちょっと美容法とはちょっと真逆かもしれないんですけど、割とその入浴法が好きで、あとバスソルトとか香り物とか、あとバスオイルみたいなのとか、なんかいろいろ混ぜてちょっと贅沢使いみたいなのをして入浴しています。何度ぐらいでいらっしゃるんですか？はい、43度です。結構暑い。結構暑いですよね。たまにびっくりします。暑くてこんな暑かったっけみたいな。でもそれがねやめられないんです。短い時もあるんですけど、だいたい15分ぐらい入ってますね。15分以上は入るようにしてます。なんかタコみたいになります。上がったら真っ赤になってます。なんかずっとこう重くなってたのがファーって晴れる感じがして、あったかいお湯好きな理由なんですけど、あとお風呂の中でできるパックとか、なんかそういうお風呂の中でできる美容みたいなのもすごい好きで、その日によって曜日によって変えて使ってみたりとかしてます。スキンケアやっぱりやればやるほど応えてくれるので、日々のケアが一番大事かなと思っていて、お風呂って毎日入るので、そのお風呂の中で毎日日々ちょっとずつケアするっていうのが大事かなと思うので、そういうふうに過ごしています。
それがやっぱり美の秘訣でいらっしゃいます。いやそれが聞いててくれたらいいなと思って、頑張ってて呼んでいただけたので頑張ってよかったなと思います。はい、とにかく運動、もう運動は一番手っ取り早くすっきりした気持ちになれるので、なジムとかピラティスとか行けるときはもう合間にさっと予約を入れて行ってます。ジムで例えば何を、うん、ジムで最近頑張ってるのが、前まで背中を鍛えてたんですけど、最近ちょっと足首を鍛えるようにしてます。足首がちょっと弱いの か、 なんか安定感が出ないんで、歩いた時とかこうラインが綺麗に見えるように足首を鍛えてます。ピンポイントでやると、なんかそこにだけでも自信が持てるというか、なんで部分部分で集中的にやると結果が見えてくるんで、まあ、ここに集中してやるぞみたいな。それこそこうボディウォッシュとかだと、やっぱボディのスキンケアだけは頑張るぞみたいな、こうモチベーションになるので、これだけ私はちゃんとやってるぞみたいな自信になるかなと思ってピンポイントトレーニングをしてます。ピラティスも続けて、そんなにハードな動きではないので、ゆっくり少しずつできる技が増えてくるみたいな感じなんですけど、続けてよかったなって思うので、ちゃんと効果を感じています。もう汗かいてこうデトックスじゃないですけど、やっぱりお風呂で洗い流して一日気持ちよく終わる瞬間が一番こう清々しい気持ちになるので、汗はかいた方がいいですよね、新しいボディウォッシュのみずみずしく潤う世界観をフレッシュな表現でお届けしています。ベタつかずにさらっと潤って保湿できるボディウォッシュ、ぜひ試してみてください。新しいニベアのボディウォッシュは化粧水感覚、洗うだけで肌に潤いをつかまえて逃がさない、ニベア化粧水感覚ボディウォッシュ誕生。みずみずしくなろう。